グリームニルの言葉でのオーディンとフリグがフリズスキャルブから世界を眺める場面ローランス・フレイリックによるフリズスキャルブは北欧神話に登場する全世界を視界に捉えることができる講座で主神、オーディンのものである日本語表記ではフリズスキャルブフリドスキャルブフリードスキアルブフリッドスキャルフリズスキャルフとも超えたのグリームニルの言葉において オーディンと妻フリックの二人がフリズスキャール部に座っていると彼らはそれぞれの養子であるアグナルとゲールロズを視界に捉えた。前者はフリックの養子で女巨人と一緒に洞窟で暮らしており、後者はオーディンの養子で王であった。フリックは夫オーディンにゲールロズは客に対し不愛想でケチだと告発した。そのため互いに自分の言うことが真実だと書けた後に オーディンはこの事態を解決すべくゲールロズの元を訪ねるため出発した三分のエッタ第一部ギュルビタブラカシの四箇所でスノッディストルルソンはこの講座に言及している最初にスノッディはむしろ住居として紹介するようであるフリズスキャール部と呼ばれる住居があるそして万物の父がその講座に座った時全世界を見渡しあらゆる人々の行為を視界に捉え 彼が見たすべての物事を知った。また、後の方では、フリズスキャール部自体が講座だとはっきりと歌っている。バーラスキャール部と名付けられた、もう一つの巨大な住居があり、オーディンがそれを占有する。神々がそれを作り、純銀で吹いた。そして、その広間の中にあるのがフリズスキャール部で、そのように呼ばれる講座である。万物の父がその講座に座るときはいつでも、 地上すべてを眺めている。フリズスキャール部に関する3番目の記載は、スキール・ニルの歌から引用したゲルズへの求婚を、スノッリが語る箇所である。最後に、スノッリは、ロキがバルドルを殺したことで、神々の元から逃げた後、オーディンがフリズスキャール部から世界を眺めることで、彼の潜伏先を発見したことを語っている。フレデリック・ローレンスによって描かれた、フレイがフリズスキャール部から、 ゲルズを見つける場面、コエッタのスキールニルの歌では、フレイがフリーズスキャール部に座り、ヨトゥンヘイムを眺め、美しい巨人女性ゲルズを視界に捉え、たちまち恋に落ちた。ありがとうございます。